なぎ役となってますよね。そうですね。対するさあ新州ベテランのマッケンリーがリングに迫っていく。ニック系の対応ですがしっかりと決めていきました。この辺りのマッケンリー選手のボールコントロールは大崎からホーキンソン2人が作る。そしてスリーポイントトップオブザキー決まりました。いいですね。さあ大崎はこの試合1本目のスリーポイントシュート。さあ新州の攻撃のターン、ホーキンソンから前田、あ、ノルクパスでホーキンソンに通して決めていきました。ここも自分でショットを打つような素振りを一瞬で視点、そしてボールのポジションで見せといて。第2クォーターアウトサイド、インサイド、ホーキンソン、インサイド決めていきました。そうですね、今のも一度ホーキンソン選手がダブルチームからこの試合3得点決めています。スリーポイント1本、大崎のコントロールからここはうまくボールが通っていきますが、その前いいですね、シュートが決まって、ここも前田選手がうまくハンドルをして、はい、いいポケットパスから、先ほどは大崎選手が右膝を痛めてベンチに入っています。 いいですね、今のも前田選手いいカットからリバウンド、前田です。攻守に気を張っています。さあここでダンクで反撃です。いるように感じますね。ヤン・ジェミンは22歳、そしてホーキンソンが26歳、ボールを奪っていきました、はい、あ、ここはスチールになる。ヤン・ジェミン今度はしっかりと決めていきました。今の選手がリバウンドを弾いたんですが、一瞬あのゴールテンディングかと思ったんですが、はい、ノーコールだった。ただその後もう一度やりに行きましたね、はい、ここは狙っていく安藤、前田とマッチアップ、それをかわして前田、ミスユニッツが出てきました。ボールが入ります。この第4クォーターの立ち上がり、まず新種の攻撃、ホーキンスへのアリウープ。試合分の19消化して島根の歯車が噛み合ってきています。そして新州はブロックショットいきましたね、うん、高さがありました。さあマッケンリーが戻ってきてショットに行く。あ、ここはバスケットカウント、うさを見せました。トラビスのファール、うん、少し手を気にする素振りがありました。そして中央、そしてこれもアリウープを狙おうというところでしたが、ただそこは3本目は、はい、ホーキンス選手とヤン選手、そしてヤン・ジェミンがいいですね。前節新潟戦も90点を奪って勝利した島根、この試合も91得点。ここはスリーポイントショット決まっています。西山いいですね、気を吐きました。